バーナード第4銀河での作業を終えた宇宙のサルベージ船コロナは、帰還途中難破船の救助信号を受信し、宇宙航法に従い救助に向かった。よし、中には入った。気をつけろよ。エアロックというよりはリフトって感じだな。モニター映像はどうだ？横だ。しかしまあ随分と年代物の設備だな。全盛期の遺物か。金目のもんでもありゃな。酸素だ。空気は新鮮なようだ。放射能も OK。 時期の様子はどうだ今の風？ OK だ。今は安定しているが、何が起こるかわからんぞ。3時間で戻れ。ったく乱暴な関係だな。気をつけろ、重力が来るぞ。いえい。地の底へご案内か。行くぞ。すげえな、誰がこんな宮殿作ったんだ。お帰りなさい、あなた。秘密裏に作られていた国家機密の薬を間違えて飲んでしまった一人の男。彼の体内で薬品は変化を止め、男は巨大な兵器と化していく。向かうは東京。爆発する周期の中、向かい行く自衛隊陸海空三軍は男の行く手を阻むことができるのか。科学をもてあそんだ人類に対する神の逆襲か、行き詰まった文明の小村帰りか。千万人都市東京の運命は、よくな関東論争大地に明日は来るのか。東京を、日本を救うことはできるのか。さあ、難しいんじゃないですか。大本営9時20分発令。攻撃目標データ方位2時15分、発射角42度。本日の気象条件による方位訂正マイナス2度、射角プラス1度。横断装填開始。本日は西寄りの風、風力5。午後になり南東の風、風力6となるでしょう。湿度 60%、雨の心配はありません。では今月の標語、打てや打て欲しがりません。打つまでは3、もう一度、打てや打て欲しがりません。